共食いして凶暴になるって孤独かな。仲間を呼び寄せて食らうか。そのゴーマは本能的に孤独を行っている可能性が高いな。仲間を食らってでも強く生きようとは、一周半回ってすがすがしいゴーマじゃの。一周半の半って何よ。関わり合いたくないが関わってしまうやもしれぬ、そういう悩ましさの表現じゃよ。孤独を重ねているならかなりの強敵だろうな。そいつをベルベットが食らえば強い力を得ることができるかもしれん。けど危険だよ。戦うべきか戦わざるべきか、ああ何周回っても悩ましいな。